サンドラ・ブラウンは、米国の小説家、テキサス州出身、レイチェル・ライアン、ローラ・ジョーダン・エリン・セント・クレアの名義も使用している。テレビのリポーターや、モデルなどの後、1981年より小説を書き始める。1990年代以降ベストセラーを連発し、ロマンス小説界の代表的存在。1948年3月12日、テキサス州の英語に、 5人姉妹の長女として生まれ、フォートアースに育つ。テキサス・クリスチャン大学に進学し英語を専攻。1968年に退学し、元ニュースキャスターのマイケル・ブラウンと結婚し、フォートアースに戻る。その後は民放のテレビ局、KLTV で、リポーターや天気予報キャスター、ダラスでモデルなどを務めた。妊娠するまでモデルとして働き続けたが、 テレビ局の仕事を辞めさせられたことを機に、1981年に夫の勧めもあり、小説を書き始める。1987年より、ロマンスにサスペンスの色彩が強い作品を発表し始め、1990年代にベストセラー作家の仲間入りを果たした。作品の大半がニューヨークタイムズのベストセラーリストに入っており、 1991年8月には3作が同時にリストに入るなど物語展開の妙と安心して読めるハッピーエンドとを合わせ持つ作品で世界中に読者を持つ2008年2月に初来日2008年母校であるテキサスクリスチャン大学から人文学の名誉博士号を授与される1992年に発表したフレンチシルクがテレビ映画化され 1994年に放送された。出演者はスーザン・ルッチ、シャーリー・ベラ・フォンテ、リー・ホースリーなど。2007年、1980年6月13日にテキサス州ワイリーで発生したベティゴア殺害事件を題材としたマーダー・バイザ・ブックをトり打ーテビ容に書き下ろした。単独作品シリーズ作品。ありがとうございます。